技術が高い。というのは、現場レベルでは結局、オーダーの準拠率が高い。その、意味ではある。ただ、その時問題が起きる。ターゲットを殺してくれ。その場合は？それはできない。とき、オーダーの準拠には、不足が発生してしまう。でもそこまで、やるべきか？正しいのは何か？依頼主から、この役立たずが、そう、罵られようと。侵略か加害ができないがゆえにある、不足、は、欠陥と言うべきか。あるいは、むしろ。お客が、買う、物を作る、とき、オーダーを完璧にこなす、のは重要ではなくなる。目的は何か？建前でも。MMD はあくまでも、建前的には、一般のユーザーに安価で 3D ツールを提供する。ところにこそある。買う人、それはお客であって依頼主、ではない。技術者としてはプライドにも傷がつく状況。しかし、MMD の意味。